ザクとは、アニメ、機動戦士ガンダムに登場する、ジオン軍の量産型モビルスーツです。ロボットアニメでは、初めて量産型として登場した記念すべきやられメカ。一年戦争の序盤戦において、宇宙艦艇が主戦力の連邦軍に対し壊滅的な打撃を与え、ジオン軍快進撃の盾役者となり、モビルスーツの優位性を決定づけた機体です。ちなみにザク2とか呼ばれ出したのは、モビルスーツバリエーションのキットが発売され出した頃からで、それまでは、ザク、量産型ザク、緑のザク、とか呼ばれていました。しかしその後、連邦軍がガンダムとその量産型であるジムを実戦投入すると、一転してやられメカへと転落。それでも戦争終盤まで使用されています。ザクのメカニックデザインは、大川楽二夫先生、富野監督のモビルスーツイメージスケッチなるものを参考に考案されました。ガンダムの放送当時は、敵のメカがおもちゃになることがなかったため、ザクに限らず、ジオン軍のメカはスポンサーの制約を受けずに自由にデザインされています。富野監督から指示されたのは頭部のモノアイだけでした。当時の他のアニメと同じく、1話で消えるやられメカだと思ってデザインされています。どうしてシールドが右肩にあるかというと、当初シールドは左肩につくようにデザインされていたのですが、当時のアニメの形式では、アニメの設定画は左斜めから見るのが一般的で、シールドの影に腕が隠れてしまわないように反転して書いたとのこと。しかしスタッフへの説明不足により、そのまま書かれてしまったということです。おかげで、現在に至るまでザク系のモビルスーツは、右肩にシールドがつくのが当たり前になっちゃっています。武器は、ザクマシンガン。本編ではグフも使った優れもの。これまでのロボットものに出てくる銃よりも複雑、かつ独特な形状が特徴の、ザクの代表的な武器として知られる携帯武装で、当時はざっくりした設定しかなかったせいか、特に、マガジンがドラムマガジンなのかパンマガジンなのかは意見が分かれるところやね。その他にザクバズーカ、ヒートホーク、クラッカーなど多彩な武器を使用可能です。今ではジオンフリークの象徴的なモビルスーツとなっており、ゲーム等で、一般的にザクは最弱の存在として設定されており、それをあえて使用し、ちまちま育成することに喜びを感じるプレイヤーが続出しています。ゲーセンとかで、ジークジオン、とか叫んでるおっさんとか、かなりキモいですね。さてキットですが、ザクの100分の1キットは、意外にも60分の1キットの後に発売されました。値段は当時700円。本体は全く塗装しなくてもよかったので、お金のない子供には喜ばれました。当時、敵側のロボットがおもちゃになるのは異例だったため、いろいろとトラブルというか誤解もありました。例えば、モノアイという言葉はアニメでは聞いたことがありません。で、ザクにはモノアイ用のシールが1枚は入っているのですが、アニメを見ずに、いきなりガンプラからスタートした人には目ん玉が1つだけというのを理解できない人がたまにいて、おじさん、ザクの目ん玉が1つしか入ってないんだけど、とか言っても K 店の店主を困らせる輩が存在しました。実際に、目ん玉が2つある、ザクやグフやズゴックの作例もあったものです。私のゾックも目ん玉2つでしたね。目が1つのロボットが全く存在していなかったわけではないのですが、アニメをとっくに卒業して、だいぶ経ってからガンプラを始めた人には、それがわからなかったのです。まだ、鉄腕アトムやマジンガー Z がロボットの代表格だった時代でしたからね。